はい、今日は8月31日、まあ午前9時半、はい、出元の川側の、道路ですね。ちょっとこう、あ、その辺はもうちょっと埋めてるけど、向こう側を見てみると分かるよね。結構路肩側がこう斜めになってるでしょ。それをかさ上げしてます。だから実質道路幅が広がるような感じですね。で、それはここに昔何年前だったかな、もう5年も7年も前になるのかな、川の浚渫ですね。その砂をここに積んで取ってもらったんですよね。ここに置いといてくださいということで、はい、でこれを使ってます。でですね、ちょっとそっち側があまりにもというか、シートを向こうにちょっと、まあほんの少しですけどね、広げてたんで、どうしてもシートを取るとえぐれるんですよね、ここが。だから少しずつ石垣を組みながらボツボツやってます。そんなえぐれたところに石垣を詰めてですね、崩れないように、もうこれからあんまり自然にちょっと こっち側は勾配が、まああんまり垂直じゃちょっとダメだから、草が生えてくればそんなに、崩れないんですけどね。で、今はこっち側だけ知ってますけども、こっち側もある程度水平ぐらいまでに上げてしまおうかなと思ってます。この辺ですね、簡単にこの辺で離合できるようにですね、はい、はい、そういう作業を今やってますということで、でちょっと石が足りないのは向こうの何を言ったっけ、下側の昔の田んぼですね。もう今は畑、向こう側はもう完全にもう畑にするつもりですけど、そっちのこっち側のに U 字工をが座ってるんですけど、その手前にもう石垣を積む予定で、向こうに結構石を持ってきてるんですよね。だからちょっとあっちを後回しにして、こっちにその石を全部運んで、こっちを先優先しようかなと思ってます。はい、だから一応ある程度そっちまで行ったら、この辺に、このブロックの上に、ここにブロックがあるんですよね。ほら見えます、わかりますか、これこの上に石垣を、向こうのように石垣を積んで、まあなるべく水平近くにすると、そうするとここも完全に離合できると。ここまですると2トン車とか4トン車もここでは離合できるようになりますね。はい、はい、まあそういうことで、別に、こういうことをする必要はないと言えばないんですけど、まあ趣味でやってますんで、はい、ここも草だらけで、もうここはもう完全にダメでしょうね草を全然やってないんで。で、草刈ってないですね。ここが一応あけぼののもみを巻いたところです。向こうが一回草刈りしたところは何にも巻いてません。はい、一番向こうの辺のあんまり草が生えてないところは結構稲も伸びてたんですけどね、直巻きでだからその辺だけちょっと草を、周りの草をちょっと取ってやってたんで、どの程度成長するのかということですね。来年はまあ
んなに直巻きの時期が遅れてしまうということはないはずですので、それなりの時期に巻けば草に負けないような成長になって、草管理もやりやすいとは思ってますけど、はい、来年になってみなきゃ分かりません。はい、そういうことで、そういう作業をやってますということで撮影しました。終わります。